テルグラムへようこそ。今回はですね、フォーポイントバイシェラトン函館に宿泊しております。このホテルはですね、マリオットボンボイ加盟の、フォーポイントバイシェラトンというね、シェラトン系列のホテルとなります。函館駅すぐ横にあるホテルでして、カテゴリーがね、マリオットの中でも一番低いというだけあって、マリオットの中ではね、特にリーズナブルに泊まれるホテルとして有名です。で、今回なんですけれども、高層階のコージーツインというね、お部屋にしていただきました。まずはですね、そのお部屋の様子見ていただきたいと思います。ルームツアー行ってみましょう。はい、それではルームツアー始めていきます。今回なんですけれども、12階の北側の窓のお部屋となっております。こちらドアにですね、 Do not disturb とメイクアップルームのね、マグネットでね、用意されております。はい、そしてね、ドアですとかお部屋の家具はですね、こういう焦げ茶の色合いになっております。入り口入ってすぐこちらにエントランス付近のライトのスイッチがありまして、そのね、奥にその姿見がね、付けられております。床はですね、このようにグレーのカーペットがお部屋の奥までね、敷かれております。そしてこちらにですね、クローゼットの用意がありまして、こんな感じでね、オープンタイプのクローゼットになっております。ハンガーもですね、合計6本、クリップ付きのものも2本ね、用意されてまして、手前に消臭スプレーもかかっております。そしてね、こちらにシューポリッシャーの布とブラシに靴べらの用意がありまして、こちらはですね、ラゲッジスペースになっております。その左下に使い捨てのね、スリッパが2つ置かれております。こちらね、ラゲッジスペースの右手に、下に冷蔵庫がありまして、冷蔵庫の中にですね、無料の水がね、2本用意されております。そしてその上にですね、その上に電気ケトルと、ドリップポットっていうコーヒーマシンがね、用意されてるんで、それのカプセルがですね、中に入っております。クリームやね、シュガーティースプーンなんかもこちらにあります。さらに上に行きますと、このようにライトに照らされる形でね、グラスがね、2つあります。その上にですね、マグカップが2つに煎茶のね、ティーバッグがね、2つ用意されております。で、そのさらに上にティッシュが置かれております。で、こちらのラックの右手にですね、ドリップポットというコーヒーマシンがありまして、その後ろにテレビのリモコン、はい、で、その下のキャビネットにセキュリティロッカー、そして引き出しがありまして、中にね、ランドリーバッグですとか、あとホテルの案内なんかもこちらにあります。そして右手にゴミ箱の上がありまして、この上のね、天板からこのような白いね、デスクのエリアとなっております。こちらの上にですね、電話と後ろにコンセントが2つ、手前にメモ帳とペン、で、こちらがね、ルームキーとなっております。デスクの上にはですね、折りたたみ式のデスクライト、それから鏡もね、ついてるので、ドレッサーとしても使えるようになっております。椅子はこんな感じでね、シンプルなものですね。はい、で、デスクの下に常備灯の用意がありまして、奥にはですね、パナソニックの空気清浄機が置かれております。改めてね、奥からデスクや、キャビネットのエリア見ていきますと、こんな感じですね。で、上にですね、ちょっと斜めに付けられる形で、シャープのテレビが取り付けられております。ではね、お部屋の奥の方を見ていきましょう。こんな感じですね。一番奥に間接照明、そしてね、こちらに長めのソファーがありまして、左手にテーブルが置かれております。奥のソファーはですね、この窓側に置かれてまして、かなり細長いタイプなんですけどね、奥にはクッションですとか、背もたれやね、肘掛けの用意もあります。そして窓はですね、真ん中に大きなね、正方形のものが用意されてまして、両サイドからね、このような黄色いカーテンで閉めることができます。それではベッドのエリア見ていきましょう。ベッドの後ろの壁にオブジェやね、ライトが付けられてまして、このようなね、ツインのベッドになっております。それぞれね、セミダブルぐらいの大きさのベッドになっております。布団は割とね、薄手のものになるんですけれども、枕はね、程よい大きさで、厚みもね、それなりにあります。ベッドの上にはですね、着心地の良さそうな麻の素材のね、ルームウェアが上下用意されております。ベッドの間はですね、このように小さめのデスクが置かれてまして、上にはアラーム、それから、室内と足元と入り口等とね、電気のスイッチ、奥にですね、コンセント2つ設けられております。で、ベッドボードの上にはですね、このような大きなライトが付けられてまして、後ろの壁にはですね、このような貝殻風のね、オブジェが付けられております。それではですね、バスルーム見ていきましょう。はい、こちらね、ドアを開けますと、こういった感じのね、バスルームになっております。ユニットタイプではあるんですけどね、手前のこちらのエリア広々していますし、トイレやね、シンク、それからバスタブとね、白くて清潔な状態になっております。
まずはですね、トイレなんですけれども、等等製のウォシュレットでして、ボタン類はねこちらにまとめられてまして、下にトイレットペーパーも一つ置かれております。シンクはこのようにね四角いタイプでして、フォーポイントバイシェラトンでおなじみのねアクティブというねアメニティの石鹸がね置かれております。その上にコンセントもありまして、上の棚にですねアメニティ類まとめられております。こちらにですねアクティブのシャンプー、コンディショナー、ボディウォッシュがね2セット置かれてまして、左手に小さめのタオルが2つ、コップも2つ、それからね、ボディタオルに、カミソリ、綿棒にその後ろヘアブラシ、そしてね歯ブラシもね2つ、置かれております。奥にはヘアドライヤーがありまして、壁際にですねハンドタオルとユニバースタオルがね2つずつ置かれております。で奥にね替えのトイレットペーパーもありますし、まあ、ライトもねこのように2つついてて結構明るいテイストですね。鏡もね端の方まであって大きめです。そしてねバスタブなんですけれども、こんな感じでねやや長めのね大きさになってまして、手前にバスマットがあります。はい、でねシャワーとかもねこんな感じでね、まあ大きすぎず小さすぎずっていう感じですね。はい、いかがでしたでしょうか。部屋のね広さとか形に関しては、まあ、いわゆる一般のビジネスホテルと一緒か、まあ、マリウッドと考えるとね、かなり狭い部類ではあると思うんですけれども、備品や、ね、アメニティがかなり充実していますし、まあ、建物もねかなり古いんですけど、中はねあまりそう感じさせないぐらいね、綺麗にリノベされてるんで快適なねお部屋となっております。コーヒーマシンもしっかりありますし、バスアミニティなんかもね、アクティブというものが、2セット用意していただいたりとか、もちろんねお水も用意もしっかり2本あるので、そういったところも嬉しいポイントです。マリオットとしてはね寝具が若干薄手かなという印象ではあるんですけれども、奥にはねしっかりソファーもあったり、空気清浄機なんかもあるので、まあ概ねね快適に過ごせるお部屋なんじゃないかなと思いました。値段を考えるとね、十分すぎるぐらいの、ね、クオリティなんじゃないかなと思います。ホテルグラムではですね、このようにいろんなホテルのお部屋をルームツアーの形でたくさん紹介していきます。ぜひチャンネル登録、コメント、グッドボタンたくさんいただけると嬉しいです。それではまた次のお部屋でお会いしましょう。